皆さんこんにちは。これから溶接業界における世界的なニーズの動向分析を3つの視点からご紹介します。第1に、現在溶接技術者不足は世界中でますます深刻になっています。業界は溶接工と次世代の人材採用のための持続可能な地球環境を目指す革新的でインタラクティブな方法を必要としています。第2に、コミュニティカレッジや専門学校での溶接トレーニングプログラムには数千ドルという多額の費用がかかり、溶接の学士号の取得は10万ドルの学費と4年の期間がかかります。企業では原材料コストの上昇による溶接訓練学校への負担影響を軽減するための解決方法を模索しています。一例を挙げれば、アルミニウムの価格は過去2年間で 60% 上昇しており、単一の練習用ピースを大量に使用する溶接訓練学校にとっては厳しい現状です。第3に、企業や社会の環境保全のための取り組みとは対照的に、溶接業務は有毒な煙やガスの重大な発生源です。そして今日の若者たちは問題意識が高く、環境破壊を与える有害な溶接業に対しての懸念を持っています。産業界は非常に急速に変化しており、必要な能力とスキルを持つプロフェッショナルの確保が必要です。インダストリー4によって技術革新への意識が高まり、その導入はパフォーマンスとスキルアップがポイントです。今後数年にわたって業界が必要とする何百万人もの溶接工を訓練するための練習コストを想像できますか？従来の溶接技能訓練は進化していません。依然として非効率で費用がかかり、環境汚染し危険を伴います。あなたはこれまで通りで良いとお考えですか？今日ではシミュレーションによる最新のトレーニングによって技能訓練の革新に成功したことがすでに証明されています。航空業界および医療業界では60年代からシミュレーショントレーニングを行っています。そして私たちはすでに過去2年間世界で溶接訓練の一環としてシミュレーションを導入した溶接アカデミーを見てきています。さあ、なぜ溶接業界でのプロの溶接工のトレーニングに革新をもたらすシミュレーションの使用をされないのですか？ソルダマティックは特許取得した先端技術をベースに、現在最も完成形に近い実績ある効果的なシミュレーターです。独自の拡張現実ベースを持ち、ハイパーレアル機能を搭載し、最も現実に近い感覚での溶接トレーニング体験を提供します。ではまず、それによって何が可能になるかをお話しします。シミュレーショントレーニングの利用は、適切な訓練を受けた溶接工を迅速に養成することを可能にします。ソルダマティックの導入によって資格取得者の数は 34% 増加され、実技演習時間が 56% も短縮されたことが報告されています。その事故は 84% 以上減少され、消耗費削減で 68% 以上のコストの節約ができました。結果的にはソルダマティックユニット20台の電力消費は溶接機1台の電力消費と同じです。シーブリー社の拡張トレーニングは、学習プロセスの向上とダイナミックでかつ順応性のある演習を促進する目的で設計されています。これにより、教師は各訓練生のレベルや学習過程、場所に関係なく複数の学生の管理を容易に行うことができます。この方法論によって、次世代の溶接資格者を育成する溶接教育に革命をもたらすシミュレーターを利用したバーチャルの環境で溶接技能訓練を行う統合溶接教育カリキュラムが生み出されました。では、ソルダマティックの基本構成についてご紹介します。まず、溶接機材を使用するシミュレーター本体です。溶接工が実際に溶接現場にいるのと同じように、パラメータや電圧、アンペア数など全ての操作と調整ができるコントロールパネルが使用されています。2つ目は、ヘルメットと溶接トーチです。最も現実的な
溶接トレーニング体験のために実際の溶接メーカーによって提供されています。シミュレーションはリマスターされたハイレゾ音源プロの溶接トーチと振動機能のある溶接用手袋、そして業界標準をもとに溶接のリアルライフが搭載されています。また手動溶接の実習は GMAW、FCAW、SMAW、GTAW などの溶接プロセスに従って1ミリメートルから25ミリメートルの厚みを持つ炭素鋼、ステンレス鋼、またはアルミニウムの原材料を使った拡張現実の溶接継ぎ手の幅広いカタログが搭載されています。ソルダマティックは全てのパラメータをリアルタイムで記録し、現場でまたは訓練後にエラーを修正します。実際にあなたが溶接ビームの解分析モデルに従ってチェックしイベントテストができます。この多感覚トレーニング経験は常にどのような場合にも最も的確に溶接シミュレーションが行われるように調整されています。またソルダマティックロボティクスを利用した溶接技術者の訓練もできます。ロボット用の溶接ジョイントによってオペレーターは特定のロボットプログラミングのトレーニングを受けることができます。これらの教育過程における優れたコンテンツのおかげで、あなたは将来の溶接工育成のために必要なカスタマイズ設定されたトレーニング計画を作成することができます。しかしソルダマティックはもっと先を見ています。ソルダマティックプリメを使用することで、熟練技術者はパルスワーク、オープンルート、コーナー、6GR ポジション、またチューブ内の異なったスケールなどの高度な特定の技術トレーニングを行うことができます。もう一つの重要な機能はより現実に忠実な溶接パドルシミュレーションです。より現実に近い溶接体験に加えて、異なった厚みの複数のビード溶接、同じ溶接継ぎ手において異なったプロセスを選択することができます。ソルダマティックはさまざまなレベルのソフトウェアを使って初心者からプロの溶接工まで広く溶接教育できることを意味します。そして自動車、鉄道、重機、造船、石油業界とあらゆる分野の産業部門向けに特別に設計された要件に備えることができる高度で有能な技術者を養成できます。さらに産業サービスチームは各クライアントの特定のニーズを分析し、企業の技能トレーニングとコスト削減を最適化する我々のクラスモデルによってカスタマイズされたプロジェクトをデザインし実装します。すでにソルダマティックを導入している有名企業における実績を見れば、結果は言葉よりも雄弁です。さあ次のレベルの溶接へと進みませんか。今すぐ販売代理店にお問い合わせください。